ベルンハルトバイスベルンハルトバイスは、バイマル共和世紀のドイツの政治家、警察官僚、国家社会主義ドイツ労働者等と激しく対立し、その攻撃を執拗に受けた人物、ドイツ帝国首都ベルリン出身、リベラルのユダヤ人家庭に生まれ育った、ベルリン大学やミュンヘン大学、ビュルツブルグ大学で法学を学び、法学博士号を取得した、第一次世界大戦には、 騎兵隊員として従軍し、一級鉄十字賞を受賞した。1918年にベルリン刑事警察局長代理に就任。さらに1925年にはベルリン警察の副警視総監に就任した。バイスはリベラルのドイツ民主党の党員だった。バイスはバイマル共和制に反対するナチ党などの右翼及び共産党などの極左勢力に対して、 警察権力を使って立ち向かい、バイマル共和制を守ることに全力を尽くした。しかしヨーゼフ・ゲッペルスの発行していたデア・アングリフ紙はバイスを徹底的に攻撃し、ユダヤ人名、イジドールの名前で彼を呼んでからかった。彼の典型的なユダヤ人顔と相まって、イジドール・バイスの名前は大衆に定着し、バイスはすっかり同化者にされてしまった。 1932年7月20日に、フランツ・フォン・パーペンが起こしたプロイセン州政府の転覆によって、ベルリン警視総監、アルベルト・クシェジンスキやベルリンの出ッツポリタイ司令官、マグノス・ハイマン・スベルクと共に軍に逮捕されて解任された。さらに1933年に、ナチ党がドイツの政権を掌握すると、直ちにドイツを離れて、イギリス・ロンドンへ亡命した。 その後まもなく彼のドイツ市民権は剥奪された。ナチ党政権崩壊後の1951年にドイツ市民権を回復したが、同年7月29日にはロンドンで死去した。ありがとうございます。